人きりバンボンズ、いきなり始まりましたけども、ね、二人きりバンボンズ、うん、皆様はじめまして、あなたの恋人市川智也です。あなたの恋人中井信也です。かぶっとるがな。いきなり始まりましたこの二人きりバンボンズですけども、はい、今までのレディオバンボンズ、うん、これもレディオバンボンズの中の一つなんですけども、うんうんうん、劇団員2人同士でそうそうそうちょっと1対1で会話していこうという、うん、あの一応もう普通のね AM、FM ラジオの流れでそうそうそう普通に会話をしようという、まあ、とりあえずこう試みとして7月はずっとこんな感じでねこんな感じでやっていこう、組み合わせを変えながら、うん、劇団員2人で、まあ、トークしていこうかなっていう、まあね、劇団員だけとは限りませんからね、うん、あそうだね、ちょうどあれですよ、うん、あの我々9月に公演ありますけども、そう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 、シェイクスピアの12夜、うん、客演陣もね発表されまして、ね、5人も出ていただけますね、もうね本当に豪華だったり豪華じゃなかったり、ね、うん、何を持って、ね、あおなじみの人、そうですね、そうそうそう、縁深い人もたくさんいらっしゃいますんで、うんうん、でこの二人っきりパンボンですけども、はいはいはい、市川中井で今回は ね、うん、何をやっていこうかと、うん、決して周波数はではないことは、ね、分かっていただきたい、でないことは分かっていただきたい、今年になってからあれはもう、はい、解散したね、もう番組終わったんでね、あれはね。今年になってから ね、はい、じゃあ今日は、はい、ということで今日はまあ普通にちょっとねトークをしていくんだけども、うん、まあ、せっかくいつもこのお芝居の話だとかやってるんで、うん、まあ、こんな時ぐらいちょっとプライベーティーな、おプライベートな話しちゃいます、しちゃいますか、しちゃいますか、おいおいおい、うん、僕なんてさらけ出してますよ、さらけ、そんなさらけ出しとるっけ、割とうちの新しい冷蔵庫とかツイッターに載せたりしてますからね、うんおうほうほう、あ、しとったしとったね、そう、なんとなくね、うん、冷蔵庫、家のものとかちょっとずつ載せていこうかなと思って、うん、この一人暮らしのね、34歳、はいはい、一人暮らしの男の現状を知っていただきたいと、彼女のいない現状をねちょっと皆さんに知ってもらおうかなと思って、ちょっと哀愁漂う現状ですね、本当にね、引きこもった生活してますよ、うん、でその中でさ、例えばこう、はい、普段の暮らしの中でね、うん、こうなんか楽しみ、日々の楽しみって何かないの、日々の楽しみなんかこれを楽しみにしているっていう、なんだろう、ね、ささやかなこととかさ、ささやかなことか、うん、趣味的なのもいいし、そう、今ね自分でいろんなケーブルテレビの番組とか、うんうんうん、テレビの番組とかやってるので、ご活躍で、いやいや、ね、はい、全然そんなことないんですけど、あの衣装がね、うん、自分持ちなんですよ、あーそうだね、当然よくね、うん、なんかテレビ局とかのイメージだと衣装さんがいて、うん、衣装用意されてますので今日これ着てくださいみたいな感じなんだけども、うん、我々違いますと、ないんですよね、まずないよね、僕もないよ、ドラマとか映画だったら衣装さんがいらっしゃって用意してくださるんだけど、ね、ロケとかの場合だとほとんども自分で用意してくれないから、うん、まあ、そういうこともきっかけで、もともと服ちょっと好きだったんですよ、あ、はいはい、そうだね、でも、うん、やっぱね毎回ちょっと変えようっていう自分の中で思いがあって、うん、結構週に大体2日ぐらいロケが入ってくるんです、うんうんうん、でもその度にやっぱ服買えるって大変じゃないですか、大変、だからそういうことでいろいろ思ってやっぱ古着屋さんへよく行くんですよ、うん、あ、古着屋か、そう、なるほど、そう、だから新品もいいけども古着でちょっと安くていいもの見つけたらすぐ買っちゃうっていう風で、好きそう好きそう、そう、だからそういうことがねちょっと流行りかな、うん、なるほどな、うん、もうずっとだから昔からそういうのでね、うんうんうん、家には本当に古着だらけですよ、あ、じゃあ結構見に行ったりして暇は見つけて、もうね、うん、今ね夜中の2時までやってる古着屋さんがあるんですよ、あるね、あるね、だからそういうとこ行って、うん、なんかね時計見たりとか、うん、服見たりとか、うん、ちょっとなんかアニメのグッズが置いてあるとことか見たりとか、そうか、もうねそれがもう楽しみだね、なるほどな、古着屋か、何しんじゃない俺古着屋さ、うん、ちょっとねダメなんだよね、いるよね、うん、そういう人いるわ、あのなんだろう、くしゃみ出んのよ、あ、俺古着屋行くと、はい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 、なんかあの特有の匂いあるでしょ、うん、こうなんか、まあ、タンスカワーだ、なんかね、うんうん、特有のあの匂いがねちょっとアレルギッシュになっちゃうんだよね、あ、わかる、だから店に長時間いられないの俺、古着屋に、じゃあ古着屋行くことはあるけども買ったりすることはほぼない、ね、自分で進んでいくことはなくて、誰かについてって入ることはあるけどすぐ出る、うん、僕はちょっといられないんで、いやでもわかるわかる、ちょっとそういう人いるもん、うん、新品じゃなきゃダメとかね、うん、そういう人いるけど、だからちゃんとあの新品の服売ってる服屋さんの匂いは好きなんだけど、それはね、うん、それはいいよね、うん、その中でやっぱ綺麗なもんねって買ってるからね、そう、そりゃそうやね、そりゃそうやね、しんちゃんは何、逆になんか流行りのもの、流行りのものどうなんだろうな、まああの日々の楽しみはテレビドラマ見ることだけど、うん、朝ドラが好きだし、あ、そっか、うん、好きだもんね、うん、あとまあテレビドラマも好きなんで、うん、こう結構
録画して見てたりとか、あと仮面ライダー大好きなんで、これだけは絶対外さず見たりしてるんだけども、まあそれが楽しみなんだけど、どうだろうな、ちょっと飲むのは好きかな。お酒飲むのは好きかな。しんちゃんも飲むと、あ、この間そうなんだよ、あのこの間小川照明さんと飲みに行ってさ、はいはいはい、あのみんなで、うん、でフローズン の、 あのビールがあったわけ。見た写真、ね、ああ見たでしょ、うん、で、まあ、パンジャーの中でちょっとさ、レッドアイが流行るじゃん、はいはい、あのビールにトマトジュースを混ぜたやつ、ね、美味しいよね。で俺も大好きだから、うん、レッドアイね、みんなで飲むときよく飲むんだけど、この間なんかこうふとシャンディーガフがあったの、うん、ジンジャーエールをビールで割るやつ、あれをちょっと頼んでみたら、久々に飲んだらくっそうまくてシャンディーガフが俺もちょっとハマりそうで、あ、本当、うん、みんなこうレッドアイが好きだけど、ちょっと俺シャンディーガフ、そう、シャンディーガフはちょっと飲みやすい、ね、飲みやすい。だから僕もそんなお酒強くないけども、うん、やっぱあのジンジャーエールと割ってあることによって、うん、その甘みで、甘みがね、ちょっとカクテル的な感じで飲めるから、ビールグイグイ、ビールなのにね、うん、あれがうまそうだったから、ちょっと今後多分流行るなと思って。いや、いいよね、うん、なんかこれからさ祭りのシーズンだったら、そうそうそう、さ、そのね、うん、おしゃれなアルコールね、ガブガブ飲みたいしさ、うん、なんかチビチビもいいけど、そうそう、うん、そうそう、お酒だとさ、うん、今度あれがあるじゃない、池田公園夏祭り、そうそう、夏祭りがありますね。当然お酒だってありますよ、ね、これは7月の20日と21日、うん、20月かなんだけど、うん、20が、祝日で、うんうん、21は平日なんだけど、夕方から盆踊りが池田公園でありますね。これ、我々パンジャーボンバーズが作った安部智和さんがね、うん、あの大先生が作曲された、そうですよ、盆踊りもありますので、うん、ぜひ皆さん来ていただいて、ね、一緒に踊りたいなって、ね、地域の盆踊りの歌はね、うん、あの作れる、主催できるっていうのは、まあこれすごいことですから。すごいよね、うん、いや本当すごいと思うよ。これがだって名古屋だって、うん、これからまたね、日本全国に寄ってきたら、ね、急に流行りだすかもしれませんね。ね、地域根付くわけだもんね。ちょっとこれから頑張って我々も広めていきましょう、はい。そして、うん、もう一つの大ニュースですよ。大ニュースと言いますか、もう今日が7月3日の金曜日ですので、うん、今日の正午から、うん、いよいよこのパンジャーボンバース7投目公演、ウィリアム・シェイクスピア・ジュニアの予約が開始、うん、予約受付が開始になります。そうなんだ、正午から、はいはいはい、はい、まあ、ネットのボムショップにて、ね、うん、予約受付開始なので、うん、ね、これどしどしと予約いただきたいなと思いますね。これもう今ブログでさ、あの、うん、客演の方々のいろんな発表あるけどさ、全部発表し終えたもんね。もうみんな多分ちょっと驚いたと思いますよ。まあ本あの客演の方々を知ってる方々はね、僕も驚いたもん、うん、そうか、亀井秀樹はなんかチャックがどうのこうのとかずっと言ってんだな、ね、チャック全開なんだなっていうあとね、うん、そう、なんか寺尾大成とか、うん、でしなこさんね、再びまた、そうそう、ね、嬉しいね、しなこちゃん出れんの、うん、でこのイケメンの横川祐希くん、うん、初めてだから楽しみです、ね、本当に本当イケメンです、ね、初めましてだから。あとは菅沼彼も僕初めましてだったからちょっと楽しみですね。よくわかんないなんだよー、知っとるやろ。いやいや、そんなことない、よー、知っとるやろ。本当にね、はい、ホーボーズ、エンドホーボーズに所属の菅沼さんも、はい、出てくださるということで、このメンバーでこれから稽古ね、突っ走っていきますからね、頑張っていきましょう、はい、ね、皆さん今日正午から予約受付開始です、よろしくお願いします、うん、というわけでもうお時間でございます。そうだね、時間だね、はい、タイトル何でしたっけ、ね、二人きりパンボンズでしたね。二人タイトル忘れかけたよね。じゃあ今回のね、はい、二人っきりパンボンズは市川と中井がお届けしたということで、はい、じゃあ次週誰がこの二人っきりパンボンズに登場してくれるんでしょうか。はい、また来週でーす。